この木はモンストの未来を映す鏡。この木が枯れるということは、ストライクワールドの未来が滅ぶことを意味する。前より元気そうである。ソロモンが天聖マルクトを倒したことで未来に変化が生じているのかもしれん。モンストはなくならないでやるか。残る天聖7人全てを倒せればな。そうなるとオラ様の出番もなしでやるか。ルシファーやアーサーに会えないなんて嫌でやる。今すぐ集めに行くでやる。先走るな、うすらポンコツ。我々が集める精鋭は全部で5人。全てが判明するまで待つのだ。5人ってことは、ルシファー、アーサー、ソロモン、パンドラも数に入れてやれ。なぜそのことを。お前が勝手に見ていたことなどお見通しだ。ストライクワールドのためである。まったく。おお、どうやらアーサーのその後の情報が入ったようだ。待っていたである。アーサーの活躍を見るである。すまない、みんな。国が豊かな証拠だ。ったく、トリスタは甘えな。我こそはブリタニアの王アーサー。ねえ、僕もアーサーやりたい。お前エクスカリバー持ってないじゃん。エクスカリバーがないアーサーなんてアーサーじゃない。お前はトリスタンでもやってな。やだやだ、トリスタンは絶対やだ。アーサー、これはこれはアーサー王、エクスカリバーの輝き噂にたがいませんな。そうであろうそうであろう、これこそブリタニアの王の証。それでは王に仕えるブリタニアの英雄、円卓の騎士の力をご覧に入れましょう。ドリスタンもいいぞ。見事だトリスタン。すっげー、僕トリスタンやる。ずるいぞ、僕もトリスタンがいい。はい、どうぞ。ありがとう。お、はあ、我こそはブリタニアの英雄トリスタン様だ。立派なもんじゃねえか。泣いてばかりいたガキの頃とは大違いだ。国王がいつまでも泣き虫じゃ困るだろう。ちげえね。だがな、俺にとってはいつまでも妹みてえなもんだ。お前に何かあった時は俺が命をかけて守る。心強いよガウェイン。探しましたよ。アーサじっとしているのは性に合わないな。これも王の務めです、アーサー様。すまん。それにしてもエクスカリバー祭すごい賑わいでしたね。
いささかはしゃぎすぎのようにも思いますが、日頃のねぎらいになるのならもっとはしゃいだっていいさ。できました。なんだかエクスカリバー大きすぎませんか？エクスカリバーはブリタニアの象徴、もっと大きく描きたいところですが、アーサー様が隠れてしまいますので。うーん、民が喜ぶならいいじゃないか。アーサー様。ギネビア、もう時間か？ええ、ブリタニア中の国民たちが王の謁見をお待ちかねですわ。さあ広場へ。待って、エクスカリバーを。民も見るのを楽しみにしているはずだ。ない。え、エクスカリバーがない。確かにここに置いたはずなのに。あなたがいたのに気がつかなかったの？何かあったんですか？エクスカリバーが見当たらないんだ。アーサー、広場へ向かってください。あなたの姿が見えないと民も不安があるでしょう。わかった、頼んだぞ。わっちゃおーい、わっちゃおーい。式典の前に綺麗にしてあげなくちゃね。ほら、お日様に照らされてエクスカリバーも喜んでる。民よ、祝福に感謝する。私はブリタニアの王、アーサー。あれ、アーサーがエクスカリバー持ってない。本当だ。もしかして悪者に取られちゃったのかな。悠長なことを言ってる場合か。式典は始まってるんだぞ。あ、やっちゃった。マリン、エクスカリバなさい。君が無事ならそれでいい。アーサーの名を呼ぶべきじゃないか。それだけブリタニアの民にとってエクスカリバーは特別なんでしょ。このエクスカリバーがある限り、ブリタニアの繁栄は続く。ブリタニアに栄光。ザースね、実にいい心がけザース。ただセンスなさすぎる。ウェ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 
何者だ。育ちの悪い小娘ザースね。こういう時は自分から名乗るものザース。我が名はアーサー、このブリタニアの国王だ。あたが国王、どうりでセンスのない国ザース。センスがないのはどっち。おばさんのせいでお祭りがぶち壊しよ。おばさん。おばさん。注意するザース。アタクシは先生ティファレット、ストライクワールドで最もビューティフォーなペンス。地味で見にくいこの世界をアタクシがハワイセンスに輝かせるザース。やめろ。エクスカリバーがある限りブリタニアは不滅だ。輝け世界を導く光よ、聖剣エクスカリバー。これぞエレザンス、求めていたのはこの輝き。さあ、おたわむれもここまでザース。あなたもアタクシを照らす光の一部になるザース。ここはわしらが食い止める。悔しいけど今の僕らじゃ奴にはかなわない。一度引いて反撃の機を待ってください。お前たちやめろ。仲間を置いて王だけが逃げるなど。命をかけてお前を守るって生きろ、アーサ
天井のシャークマン。大変だよ、クラーケンだ。